は、これがファウル、突っ込んだもん勝ちやな。浦和 VS 東京ベルディー戦。PK 健常シーンにも日本代表が言及。スライディングの選択をしてはいけない。リスク高いプレー。微妙な判定が試合の明暗を分ける結果となった。東京ベルディーの山越公平がボックス内でクリアを試みたが、浦和レッズ大畑歩を蹴ったとして PK の判定に。これにはファンも、は、これファウルなのか、先に触ってるけど、と納得してない様子だ。 問題のシーンは、東京ヴェルディが1対0のリードで迎えた86分だった。浦和が左サイドを攻めると、浦和の中島翔也がクロスを上げる。ゴール前でコールキシンゾ三と林直樹が競り合ったボールのこぼれ玉を、山越恒平がクリアを試みた。先に山越がボールに触った直後に、大畑歩が突っ込む形となり、山越がクリアした勢いで大畑を蹴る格好に。これにより大畑は倒れ込み PK の判定となった。このプレーに SNS では、あれ PK だと突っ込んだもん勝ちやな。 ベルリーコの時間で PK 与えたの悔しいだろうな。悪夢再びと判定に疑問の声が目立った。